お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした、ファンコージさんのこの宴ただで飲むだけ飲みましたよ飲みましたね、今日は、うん、いやでもね、あんま酔ってないと思うね。え、マジっすか。あんま酔ってない、普通に喋れますもん。でもあんまそんな感じしないでしょ。あ、しないっすね。まだ飲むでしょ。まだ今から飲みましょうか。飲みに行きましょう。あそこ行きましょう。あそこどこっすか。あのランプついてるとこ。あ、いいっすね。ちょっと良すぎるね。我々のホームタウン中野で。確かに入れんのかな。どこっすか。あ、ええ感じですな。あ、ちょっといっぱいですね。入ったことある。いや、ないっす。西尾さんの二十歳の時のね、俺が二十歳の時の話ね、結構ね喋ったことあんのかな、うん、でも新聞配達とかコンビニ。新聞配達ってむちゃくちゃ朝早いでしょ。え、そんなんしてたんですか。やってました。1時半に起きて、いや4時半ぐらいで終わってたの。マジっす。あ、朝刊ってそんな早いんすね。ってかそんな苦労されてたんですね。俺の時はなんかね、ちょっとその時間帯やった、早いのかもしれない。確かに1時半に起きると早いよね。早いっていうかもう何時なんていう。朝じゃないよね。朝じゃないっすね。夜よね。夜ですね。それで4時半ぐらい帰ってきて寝て、はいはい、また10時ぐらいからコンビニ。朝の。いや12時やったかな、コンビニ離れてましたね。その生活からどうやって状況に結びつくんですか。いや、それをずっとしたわけじゃなくて、はい、こう新聞配達まで辞めて、はい、コンビニのバイトだけなったりして、うん、そっからいやこのままね、うん、続けてもどうなるんでしょうっていう時期で、はい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 、俺の親父がもう早く上京しろよみたいな。はいはいはい。圧力とともに上京したみたいな、うんうんうん、それが22っすね。でも上京したてん時って人脈とかもないと思いますけど、どないしてこう今の地位に行ったんですか。いや、今の地位っていうか人脈っていうよりかは、はい、人脈いらんけどね。ああ、もう一人で上り詰めた。そう、その当時持ってた人脈なんて何も生きてないから何もなかったし、はい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 、とりあえず行ってみようみたいなだけだったんで、はい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 、まあまあ今はいろんなツールがあるんで、はいはい、それのおかげなんじゃないですかね。人のもちろんその人のおかげっていうか、はいはい、それはなんか音楽のおかげっていうよりかは、うんうん、バイト先とかね、はい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 、助けてくれた人がいっぱいいてたんで、はいはいはい、それのおかげだったかなって。それで YouTube 始めたの何歳なんでしたか。いや、そんぐらいな、20後半ぐらいじゃない。7とか8とか、はい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 、そんな感じですね。でもめっちゃいい時始めましたよね。始めた時は良かった ねタイミングまだずれれば。でもね、そんなもんなんじゃないのか。時代時代に あった道具ってあるやん、うん、ありますね。そこに対して自分がなんかもがいてたら、はいはいはい、やっぱアクセスするんだと思うよ。なるほど。そう、だからもしかして今だったら、はい、そういう何か道具をみんな見つけて、うん、次の道具ね、次の道具は多分やるんだと思うし、うん、いや、でもなんかこういう懐かしい音楽聴いたら、はい、蘇ってきますね。蘇ってきますね。心配出してたな、ほんまに。そんな苦労されてたんですね。野犬に追いかけられた。野犬なんかいます。いるよ。富田林にはいるんすか。いますね俺配ってたんで、はい、大使っていう、はい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 、山奥の方の、はい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 、野犬に追いかけられました、ね、野犬っているんすか今日本に。当時はいてました、ね、いたんすね当時おったな。大阪の大使いうとこには大使にはいてましたね。だから人生何があるか分かんないです ね、 かんないですね。もう今はこうやってね有名になって、いやいや有名になってたんですよ。有名になってはまた鬱陶しさが出てくるからまた
闇に石を出てきた。いや俺が闇っていうより、うん、あいつらが闇やん。あ、まあそうっすね。マジでね、あいつだけちゃうからね。まあどいつのこと言うたか分かりますけど。あいつちゃう、こいつ言うても誰が誰か分かるん。ほんまにね、あいつね、いろんなやつおるんすよ。まあそうっすね。でも そんな、なんかね、これがこうだよとかって偉そうに言ってくるやつなんてね、うん、無視すればいいんすよ。そうっすね、ほんまに無視すればいい。別に なんかこう、そいつの利益を、うん、俺の利益だと思って喋ってくるわけじゃないですか、うん、あ、なんかそのマウントじゃないけど、なんかちょっとね、うん、わかりますよ。お前の利益は俺の利益じゃないから、うんうんうん、無視すればいいんですよ。やのにお前にも利益あるぞみたいな感じで来る感じね。あ、まあありますよね。もうそれはほとんど価値観が違うんで。そうですね。それはもう無視してもいいし、はい、聞けばいいし、うん、もう好きにしてくださいとね、俺は思います。本当に。以上、西尾さんの反省を語る。酒飲んでるんだ。酒飲んでるね。適当に喋ってますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。